米国さん、鳥肌が立つほど眩しすぎます。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は米国が身をもって示してくれている未来像についてです。今回のニュースを聞いた時は正直鳥肌が立ちました。米国の男前すぎる決断をブルームバーグの記事からご覧くださいませ。米国がテキサス州ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命じ、中国は報復措置を取ると表明した。両国間で最大級の外交問題となりつつある。中国外務省の汪文斌報道官は22日北京での定例記者会見で、米国が3日以内の総領事館閉鎖を要求したと明らかにし、前代未聞のエスカレーションだとコメント。米国がこの誤った決定を撤回しないならば断固とした対抗措置を取ると言明した。米国務省はその後に発表した声明で総領事館閉鎖を命じたことを確認。米国の知的財産と米国民の個人情報を守るため在ヒューストン中国総領事館の閉鎖を命じたと説明した。米中は貿易や第5世代 5G 移動通信ネットワーク、領土問題、新型コロナウイルス流行の責任などで衝突している。米司法省は21日中国人ハッカーが中国政府のために新型コロナ研究を数テラバイトのデータを盗み出したか盗もうとしたとして2人を起訴した。中国は武漢の米総領事館を閉鎖させることを検討しているとロイター通信が事情に詳しい関係者を引用して報じた。中国は米国が外交当局者らに嫌がらせをしたほか、中国人学生を脅迫し個人所有の電子機器を没収したり理由なく拘束したりしたとも主張。中国の在外公館や職員が爆発物設置や脅迫を最近受けたとも説明した。声明で侵入や干渉は中国の外交政策の遺伝子と伝統には無縁のものだとコメントした。特定の事項には言及しなかった。オグ報道官は中米関係を損なうこのような理不尽で正当性のない行為を中国は強く非難するとし、米国が直ちに誤った決定を撤回することを強く求める。さもなければ、中国は合法的かつ必要な措置を取ると表明した。ヒューストン時間21日夜に中国総領事館で紙類が燃やされているとの目撃情報を受けて、現地警察と消防当局が駆けつけていたと、ヒューストンクロニクルと地元テレビ局が報道。オンラインに投稿された動画では複数箇所で火が上がり煙が立ち上っている様子が見える。現地のテレビ局によると消防当局は現場検証のための施設内への立ち入りが許されなかったというとの内容です。ついにここまで来ましたね。72時間以内ということはヒューストンの現地時間では24日の午後4時までで、アメリカでは現在サマータイム中なので日本時間にすると25日の午前6時がタイムリミットになります。こうなった経緯としては、記事の中にもあるように中国人ハッカーが米国の機密情報を盗んだ疑いで起訴され、おそらくヒューストンの中国総領事館がその温床になってたということなんでしょうね。これに対し中国の報道官は、米国が中国人学生を脅迫し電子機器を没収したり理由もなく拘束したりしているという主張ですが、またしても特は独特のザ・自己紹介が炸裂しまくってますね。それにしても毎回思うんですが、よくもまあ自分たちがいつもやってることをあたかも他人事のように言えるもんですよね。それに領事館閉鎖を要求された途端に書類をすべて燃やすとか、明らかに、はい皆さん、私たちが黒幕ですよって PR してるようなもんです。アメリカでは
このような強権発動ができるのは本当に羨ましい限りです。かたや日本ときたら尖閣諸島に100日連続で領海侵入されても効果的な対抗策が取れていないんで、いかに国内のあの連中が国防にとっても足かせとなっているのかがわかります。本当スパイ防止法なんて日本としては今後も無理なような気がしてなりません。国力としては大きな違いがあるにせよ、ここ最近の米国の動きは胸を張って誇れる日本を取り戻すための大きなヒントを与えてくれてると思いますね。さてここまで来ると中国も対抗して武漢の米領事館に閉鎖を要求した場合、今後がさらにワクワクが止まらなくなってきそうですが、今回の話はいかがだったでしょうか。気に入っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。以上、将来を担う子どもたちのために今どうするのかの答えは見えてると思いますよ。